カリ時代の南海本線上りホームカリ時代の高島浜線ホーム羽衣駅は大阪府高石市羽衣一丁目にある南海電気鉄道の駅で駅番号は NK16 また以下の路線ともとほ連絡している2015年に行われた大阪府の第3回建設事業評価審議会の資料によれば本線の上りは2019年春に 高志の浜線は2021年春にそれぞれ降下、切り替え予定となっていた。開業当時の駅所在地は、仙北郡高石村大技今、在家と言ったが、同じ仙北郡の高層村にも同盟の大技があり、南海沿線では、西成郡小浜村の一部も旧称が今在家だった。そこで、松林が広がる浜寺公園の南半分を占める、 当地にあった羽衣松から駅名を取った。1923年には、駅所在地の大技も今在家から羽衣に改称されている。本線は相対式ホーム2面2線の高架駅。旧市前の高島浜線は短式ホーム1面1線の地上駅である。トイレは2階の上下線エスカレーター間に設置。高架化工事に伴い、2004年から、 駅舎西側部分の一部撤去が始まり2007年6月30日から西出口を2013年5月20日には東出口を仮駅舎へ移行した。長らく上下線及び東西出口と古典橋でつながる京上駅舎の様相であったが2016年5月14日の下り高架ホーム完成後は新たに下り部分改札を東口中2階に設置した。 なお上下線は連絡用古線強及び旧下り仮設ホームを通じた連絡通路を伝って行き来できた。2021年5月21日の本線の上り地上ホーム利用終了をもって旧来の京上駅舎にあった改札口は廃止となり、上りホームが高架化された2021年5月22日からは下り高架ホーム完成時に供用開始した。 降下した中2階の改札口の一箇所に集約された。2009年11月28日に、上り線、高篠浜線、2011年5月21日から、下り線がそれぞれ、仮線に移行した。高篠浜線は、羽衣付近で複線開用地が確保されていたため、仮線建設の際はこの用地が利用された。高架ホームには、 液晶式列車案内表示器が設置されている。なお、地上時代にはフラップ式列車案内表示器が設置されていたが、2021年5月21日の本線の上り地上ホーム利用終了をもってすべて廃止された。1番線は短式ホーム。2番線の後方を切り替えた部分に高島浜線ホームがある。なお、点三番線の仮線以降以前は工術の 配線図の通り、3番線は、切り欠き機式ホームではなく2番線の、ホーム後方反対側に発着していた。境駅以南の急行停車駅では唯一、上下線とも対比設備がない駅だったが、和歌山大学前駅が開業以後は、同駅も該当する。なお、両隣の駅で対比ができるようになっている。当駅から橋駅間の高架化工事に伴う、 高篠浜線運行休止のため、高篠浜線大行バス乗り場を駅改札内の南海本線高架下に設置。駅改札内から接続するバス乗り場への連絡通路には、キャラ橋駅用、高篠浜駅用の大港バス、乗り換え専用改札口が設置されており、当駅を経由して代替バスを利用する際にはこの乗り換え専用改札口を通過する必要がある。 乗り換え専用改札口には、キャラ橋駅用、高島浜駅用それぞれの自動改札機、自動生産機、乗車駅証明書発行機が設置されており、当駅園からキャラ橋駅、高島浜駅まで乗車する場合はここで、校舎駅までの運賃生産や出場処理を行う。反対に、キャラ橋駅、高島浜駅から乗車し当駅園まで向かう場合、有効な乗車券を、 すでに所持していれば、ここで入場処理を行い、乗車券を所持していなければ、ここで発行した乗車駅証明書で改札を通過し、降車駅にて運賃生産を行う。当駅を経由する代行バス利用の場合、バス車内での運賃支払いは発生しない。2019年時の1日平均乗降人員は22,112人で、ある。 各年時の1日平均上工人員数は下表の通り、東西の出口にロータリーがあるほか、周辺に商店街がある。資近にある JR 東羽衣駅へは東出口の方が利便性が高い。駅前にはタクシーは概ね常時待機しているものの、路線バスは乗り入れていない。駅東側にはスーパーなどの商店が集まっている。 西側へ100メートルほど歩くと、不動204号線があるほか、高石警察署が立地している。線路を隔てて、西側は、羽衣東側は、東羽衣と、町名が変わる。堺市の浜寺地区から連なる住宅地として知られ、大規模な邸宅が多く見られる。駅西側の不動204号、羽衣交差手前、羽衣公民館1階に、 羽衣バスターミナル停留所がある。括弧内は駅番号を示す。ありがとうございます。